ティーチャークーボー、ティーチャークーボー、今日も終わりますね。はい、今日はですね、ボランティアしてまして、この T リーグっていうね、卓球のプロチームが集う、まあ野球の、あの野球の卓球版みたいな、なんだ、試合があるんですよ。で、それでボランティアで来てるんですけど、何なんですかね、一日終わりますね。まあ普通だったら、ね、仕事してる方ね、あ、じゃあ今日祝日ですかね、何なんですかね、今日一日終わりますよ、久保さん、はい、ね、いやー終わっちゃいますね、人生もあっという間ですよ。まあとりあえず人生が終わる前に始めなければいけないってことですね。人生が終わる前に始めなければいけないと、まあそうしないと新しい人生は歩めないっていうことですね。まあ僕もね、のんきにこんなボランティアなんかできないですよ。テクノロジー、まあ、あのね、あの、そう、今ねアプリでね、あの YouTube スタジオみたいなアプリがあるんですけど、まあアプリでその YouTube のね再生数とか見てたんですけどね、隙間時間に働いてくれてますね。何千時間働いてくれてますよ、久保さん。僕ボランティア活動してんだけど、あの何千時間働いてくれてますよ、勝手に。すごい時代ですよね。まあ今日もチャリンチャリンいてますしね。そう、まあそんな僕 YouTuber じゃないので、まあ広告収入は微々たるもんですけど、まあラーメン代ぐらいはね、今日お昼ラーメン食ったんですけど、まあラーメン代タダになってます。ラーメン代ぐらいは稼いでくれてますよ、広告が。すごいですね。今日も終わっちゃいますよ、久保さん、ね、始めなければ始まんないですよ、うん、だからなんだろうな、このねプロリーグって、あれなんですよ、 Amazon プライムでも生放送してるんですよね。で、あの機材すげえんですよ、めちゃくちゃすごいんですよね。多分ね、あと2000万クラスのビデ、カメラとかもあるんですよ、すげえの、あのごっついので、もめっちゃ機材あって、でも僕は思うんですけど、まあ昔はこういう機材がなかったら生放送できなかったんだみたいなね。今ね iPhone 一つで生放送できるしね、すげえ時代になりましたよね、テクノロジーっていうのは。あの機材見て、あのスタッフ見て思うのが、いや一人でもできんなみたいな。まあもちろんそのね、その Amazon プライムに流すぐらいのそのクオリティでね、やるんだったらまあちょっと必要かもしれないですけど、まあそこまでのクオリティいらないですから。久保さんも2000万のカメラとかで撮ったことないでしょう。いらんでしょうね。そう、昔はね、このメディアもね、ああいうカメラなんかないとダメでしたからね。そうなんで、まあ、始めていきましょうっていうことですね。今日も終わりますよ、うん、はい、まあ、ということで、これから僕ちょっとボランティア活動がありますんで、頑張っていきたいと思います。では。